中のタイムリーヒット、カーブを捉えました。ライトも、ね、出てね、ヒットを打ったりとかしてましたから、なかなかね、木村の出番がありませんでした。ただこれ2位の近藤の打率を見てもですね、はい、大きく森が離してるんですよね。そうですね、キャッチャーをやりながら戦いもね、出てくる時期かなという気がしますね。はい、すね、バテるのが早いですからね、はい、まだちょっと遠いかなという感じですよね。やっぱり一桁ぐらいにならないと。今日も試合中よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。確かに松本さん、昨日の先発投手陣も含めてかなりチーム状況苦しくなっているところですから、やっぱりこの榎木の、ね、力も必要になりますから ね、 そうですね。これで、まあ、あの次回もということで、ヒットの数がこれでもう11本目。さあ山川のホームラン、結局無得点、1対1、回は8回、川島の起用かなというようなね、うん、はい、ことも思ったんですが、川島ではどういう形で今日ミランダ立ち上がりに向かっていくのかどうか。先発投手陣の成績で、まあ、クオリティスターといって、ね、上林今日6番でスタメンです。昨日はスタメンを外れました。いや、それだけに今日は期するものがあると。昨日のホームランがやはりこうみんなきっかけになる。